どうも先生、ありがとうございます。またこうした貴重な機会にお話しさせていただきまして、大変嬉しく思います。今日はどうもよろしくお願いいたします。骨髄出身なんですが、装置には強いんですけれども、バイオインファーティクスにはあまり強くないので、ここで相談させていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。本日はネイティブペプチド研究の現状と課題ということでお話しさせていただきます。その前に先ほどですね、ご紹介いただきましたように、私は生物物理学科出身で、パルス ESR とか、スペインネマールといった、ネマールは今ではそうでもないですけど、マニアックな装置を使いまして、立体構造解析とか、そういったところの生物物理分野をやっておりました。で、北里に移ってもしばらくやっていたんですが、質量分析系側に専念に入りまして、それで研究室としては早い段階でプロテオム解析環境を確立するということを目標に、迅速で環境を構築いたしました。装置を触るのが好きでしたので、それから、ESR、パルス ESR とか装置に比べると、やはり質量分析系ってかなりよくで当時からよくできていた装置ですから、楽しくやることができました。それともう一つ、やりたいと思ったのが、やはりこの立体構造解析の中から、やはりその、ペプチドという小分子の多機能性に非常に興味を持ちまして、2000年に、ペプチドホルモンを探索している研究室に1週間滞在しまして、ペプチド研究のイロハを少し見せていただきました。ただそのやり方は、例えば豚の脳とか、鮭の脳、50個分とかですね、そういった大量からペプチドを取り出すという方法でした。ただ私自身はやはり人に応用したいと思っていましたので、微量から持ってくれること、そして定量性があること、この2つを考えて、方法の開発に着手いたしました。で、北里大学で、プロテオムを2000年から始めて、まずは千葉大学ですね、そして、北里内外の研究室と共同研究を始めまして、2005年に、前教授の前田忠和教授が、プロテオムセンターを、理学部のを立ち上げました。その後、私そこの、当時は基盤の長だったんですが、その後引き継いで民間プロテオムセンターのセンター長を進めさせていただいております。でその後ですね、2006年に千葉大学でもですね、プロテオムセンターができまして、こちらは、病院を母体としたプロテオムセンターで、野村文夫先生が、センター長を、当時は医薬基盤研友永先生もそちらにいらっしゃいまして、そちらに、技術的なアドバイザーという形で、2015年まで一緒に研究をさせていただきました。こうした中からやはり、方法を確立したいなということから、独自の研究方法、構成度の分析法、研究戦略を確立して、皆様と一緒にいろいろな生命現象、病気に関連する重要なタンパク質を探したいということを、目指して進めてまいりました。さて、プロテオム解析ですけれども、1995年にプロテオムという言葉ができまして、その当時はやはり二次元電気経路をベースにしたプロテオム解析が主流でした。このように、非常に分かりやすいですね、健常群の疾患を例えば比較するとするならば、タンパク質を抽出してゲルで、比較をして違いのあるスポットを切り出して、そのタンパクは何だということを決めています。ただこれではやはり見えてくるタンパクが少ない、また二次元電気経路というのは自動分析が非常に難しい、再現性も取りにくいということで、LCMS ベースのプロテオム解析、いわゆるショットガンプロテオム解析が、プロテオム研究の初期の頃から盛んに行われています。しかしながら2010年ぐらいまでですね、なかなかマスの定量性が低く、またマスの分解量が低い、
マスクの質量精度が低いなどの理由からなかなかですねプロテオミクス、成果を上げられない時期があったのは確かです。でこうした中で2008年2010年ぐらいから、従来の質量分析計に変わってかなり高分解の質量精度が高くそして MSMS 測定速度の高い、質量分析計が出るよう出てまいりました。まあ、こちら見ていただけると分かるんですが2010年より前の、まあ、一般的な装置では分解能が 0.5 ぐらい MSMS 速度も遅いとでこうなりますとこういった実際には精密な分子量質量は違うんですけれども区別することができなかった。しかしここまで精度が上がりますとこの 588.3100 と 588.3464 これを明確に区別して分けることができるようになってまいりました。これによって複雑な生態資料においても確実な分析が可能となる。現在ではかなりですね以前の、まあ、第二世代と言ってもいいか分かりません。プロテオミクスかなり詳細な部分そして、病気の鍵となるタンパク質等も検出可能となってまいりました。でこの質量分析系の高精度化ですが当然のことながら MS スペクトルの高精度化これも、もちろん重要ですがもっと重要なことはこの、アイソレートしてこのさまざまな質量成分の中から1種類をアイソレートしてガスにぶつけて、測定するタンデムマス MS 測定 MSMS スペクトルこの MSMS スペクトルも高精度化したということが非常に大きな、位置を占める、技術の発達となりました。皆さんご存知の通り LCMS は HPLC から出てまいります例えばペプチドタンパクミクスチャーをまずは MS スペクトルを取ってそしてその中から、強度の高い MSP のペプチドについてアイソレーションして、MSMS スペクトルを測定するで、こういった繰り返しで測定しています。ですから MS スペクトルを取って、MSMS 測定をするためのターゲットとなるペプチドを選んでそして MSMS スペクトル、MSMS スペクトルを測定する。で、また MS スペクトルを取ってという。この速度が飛躍的に速くなってきました。ですから、生まれてくるデータが、非常に大きくなってまいりました。これは酵素消化ペプチド分析の LCMS データの一部ですが、一例ですけれども、これは、マウスの肝臓を、トリプシン消化、タンパク質とトリプシン消化したもので110分で測定しております。横軸がリテンションタイム、LC のリテンションタイムです。でこれですね、広げてみますと 80.0 分から 82.0 分から 82.5 分、つまり 0.5 分の間に MS スペクトルをこれだけ取っており、そして、MSMS スペクトルをこんなに多くですね、取れるようになっていました。ただこれも現代の最新の MSMS の MS 測定の、最新の装置に比べますと、5分の1から5分の1ぐらいは遅いので現在のはもっともっとですね多くの MSMS スペクトルを取ることが可能になっています。用紙中にも載せております、このグラフちょっと説明させていただきますがこれ先ほどのマウス肝臓の肺性能をトリプシン消化して、測定した結果をまとめたものです。LCMS LC はナノ LC を使っておりましてそして、300ナノリットルパーミニッツの流速で、質量分析系ではサーモフィッシャーのキューイングザーキットを使っています。そしてマスコットをサーチで、動体解析を行いました。トレランスはでこの結果はですね、信号強度の分布を調べています。同定されたペプチドの、信号強度がどのくらい分布しているかということを見ているんです。
ですが、例えばここですと10の6乗、まあ、相対的ですが、その装置の、まあ、10の6乗という強度のピークに対する MSMS スペクトルが2000ペプチドあります。10の7乗は強度の高いものがちょっと減って、まあ、150ペプチドぐらいありますよとか、こういうふうに、見ていただければと思います。これは同定されたものだけですけれども、そしてこれがですね、MSMS スペクトルの数割る同定された MSMS スペクトルの数から同定率を計算したものです。そうすると信号強度が上がると、同定率も上がっている。ここを 80%、70% ぐらいになっておりますが、このような感じでですね、信号強度とともに同定率も上がる。まあ、これは MSMS の質が高くなったということで、まあ、当然といえば当然です。まあ、このあたりでは低いので、もう少しですね、資料をもう少しこのような感じで、分析することができれば、かなり高い確率での同定が可能になってまいります。さあ、これ少し、詳しく見ますと、トリプシン消化物ですから、例えばこれミオグロビンの分子、あのアミノ酸配列を示していますが、リジン、アルギニンの C 末端側で酵素消化をされますから、こういったペプチド断片が出てまいります。実際に測定した結果ですけれども、アミノ酸残基の分布といたしましては、5から10、10から15、15から20残基のものがほとんどを占めております。まあ、このような形 で、ですね、トリプシン消化したものに関しましては、用紙にも書きました通り、まあ、膨大なデータベースのタンパク質の中からトリプシン消化をするということで、C 末端側がリジンあるいはアルギニン、そして、酵素消化ペプチドの N 末端側というのはその前の残基がリジンかアルギニンという、絞りができますから、これでかなりですね、検索空間を狭めることができています。さて、ここまで、トリプシン消化ペプチドについてお話をしてまいりましたが、私が対象しています、対象としています、まあ、ペプチドーム解析、ペプチドミックスに関しましては、どこが違うかといいますと、ペプチド治療からペプチドを抽出して、酵素消化はせずに、そのまま、LCMS 分析を行います。で、上が、例えばこの配列について酵素消化をした場合のペプチド断片をで示していますが、ネイティブペプチドですね、まあ、ネイティブペプチドっていろいろあの、ペプチドホルモンとかそういったものばかりではもちろんなくて、治療中にもともと存在しているタンパク質の断片とかという場所ももちろん含まれておりますが、非常に多様にですね、存在しうるですね。で、どこで切られているかも分かりませんし、どのくらいの長さかも分かりません。というか探索、データベース検索するときはこれらすべてのさまざまなすべての切断パターンが探索空間となるわけです。ですから先ほどのものに比べるとかなりですね、酵素消化ペプチドに比べるとかなり、探索空間が広いということです。で、こちらネイティブ、先ほどの分析とほぼ同じような、濃度の結晶から抽出したペプチド、ネイティブペプチドを同じ、ほぼ同じ条件で分析して同じ方法でデータベースサーチを行いました。こちら見ていただくと分かりますように、MSMS 同定されたペプチド自体ももちろん少ないのですが、強度分布が、まあ、血液以外だと非常に強い一部のペプチド、タンパク以外は非常に薄いものが多いですから、こういった分布になります。そして、これらの、信号強度、それぞれにおける同定率を計算したところ、これもほぼ 0.5% ぐらいなんです、実際にですね。で、ここで重要なことは、信号強度が弱いところはまあ仕方がないと。信号強度が強いものについてどうかというと、ここ全然上がってこないんです。つまりこのことは何を意味するかというと、MSMS の質が悪いから同定できていないわけではなく
で、質が向上してもこの方法では、童貞まで至っていい、童貞まで至らないということなんだと思います。で、ネギペプチドのまずファースト、まあ、初めの問題点というのはやはりこの部分になります。で、現在のプロテム解析のほとんどのソフトウェア定量解析、ノンラベルの定量解析、ほぼ全てがですね、童貞ベースと言われてますから、童貞できないものに関して、なかなかですね、分析できないと。まあ、私なんかは技術的なところがメインですから、あの技術開発ということでのんびり、できるところはありますけれども、実際にこういった状況です。で、これはですね、まあ、ただそのこれでこの絵だけの童貞率ではどうしようもないので、我々はあのデノボシーケンシングをベースにしたピークススタジオというソフトウェアを使ってデータベースで、タンパクペプチドの童貞を行っております。で、ちょっとあの説明、していきたいと思います。ちょっとですね、あのチームビューアーをちょっとスルーとしまして、こちらで示していきたいと思います。どんなふうにあのこのデノボシーケンシングのソフトウェアが動くのかということですが、まずはですね、あのデータベースは全く気にせずですね、あのまずですね、あのデータベースを全く使わずに MSMS データから読み取れるペプチドをあの MSMS データだけからですね、ペプチドの配列を推測いたします。で、これなんか非常に高い確率でできていまして、このペプチドの MSMS ペプチドですが、これは、まあ、デノボシーケンシングの結果、各ペプチドほぼ 100% 合ってますよということをあの示しています。このアミノ酸配列ですね、つまりこの、MSMS スペクトルから、つまり今これ Y 系列とか B 系列色をつけて示しておりますが、これもともとはもちろん何もついていないですね。まあ、あのちょっと消すと大変なので、あのつまりこれ色がついてるから B 系列 Y 系列って分かるような気がいたしますが、でこれ何も分かっていないところからこのように MSMS の精度、 MSMS の信号だけから、内部配列をこんな感じでですね、シミュレートします。で、もちろんこんなにしっかりとシミュレーションできるものばかりではなくて、このように、内部配列、この部分ですね、この真ん中部分はそれなりに、高い角度で合っているでしょうと。ただ、その端が分かりませんよと、こういう感じで、で、これをもとにデータベース検索を行っています。つまりこの配列、もちろんこの配列自体で、この配列自体に、可能性の順位付けがしてありますから、その順位付けしたものをベースにしてデータベースサーチを行う、こういうことをやっております。で、その結果として、ですね、まあ、最後に、タンパク質の中の、どの部分がに対応しますよということをあの検索しているわけです。
例えばこの別途ですと、このようにこれは最終的にデータベース検索をした結果ですけれども、このように、まあ、これなんか非常にきれいに読めていますね。でここを触るとこの間が対応していますよということが下に出てまいります。それから、これの速度みたいということになります。後ほどもう一回繰り返しにしますが、でこれは、でしょうオリジナルセットのでここに、ゲノムシーケンシングで、推測した、ペプチド配列の、一番、角度の高いものを順番に、並べてくれています。でこちらが、どの部分が読めているよということが書いてありまして、そして、こちらに、で実際に、これ MSMS このスペクトルで、そして、理論値と各 MSMS スペクトルの誤差は、これここまでが 0.02 ですから、この場合は、0プラスマイナス 0.02 においてほとんどが 0.005 ぐらい以内に収まっていると、まあ、こういうことをですね、まあサーチ、確からしさの角度として評価してスコアをつけています。そして、それで、まあ、最終的なサーチ結果といたしましてはこのように、これがですね、こちらが、まあ、スコアですね。右側が横軸がスコアです。マイナス点ログ B を取っていますが、このソフトウェアですね。で、これが各ペプチドです。で、同定された各ペプチドが、このように、いろいろなスコアの分布があります。で、縦方向がこれが、理論的な質量と、各ペプチドの理論質量と、その観測質量の誤差です。ここが 2.5BPM、5.0BPM ですから、まあ、旧エグザクティブですとこの程度かなと思います。そして、ここですね、ここに線が引いてありまして、今 FDR1% に、しております。FDR1% にすると、その線がこちらに出ます。で、この赤色は何かというと、デコイデータベースを用いたデータベース発の結果、ランダムヒット。のスコアの分布です。ですから、まあ、これで言いますと、まあ、FDR0 というのがどういうものかというところはあるんですが、まあ、ここスコア、あるスコア以上になると、まあ、デコイではランダムヒットの値よりも大きい値ですよということで、まあ、FDR0 というところの一応形としては出てまいります。このような形で、同定がということで、ですからネイティブプロジェクトに関しましては我々はこのデノボシーケンシングのソフトウェア PIX を使っております。ただですね、人の結成等を分析しますとこのようにですね、データベースサーチをしたにもかかわらず、まずまだまだデノボシーケンシングではこれだけ非常に高い角度で推測できているにもかかわらず、どの配列にも一致しないものが、結構あります。でこの辺はまあ多分データベースとかもいろいろと変えていかなきゃいけないのかなと思うんですけども、あとこのソフトウェア PTM 翻訳語修飾に関しましても、その後ですね、まあ、探索された翻訳語修飾、まあ、様々な翻訳語修飾を、まあ、400種類の翻訳語修飾からその可能性のあるものを探してくれるということも第2段階でやっております。ちょっと長くなったんですが、以上のようにこのソフトウェアですね、流れといたしましては、MSMS データをもとにして、
ネイティブペプチドの場合は3か4か5か6かぐらいまで、が対象になります。トリプティックペプチドですと2か3か4かぐらいだと思いますが、4か5か6かもありますの で、ここで大きく聞くのがデコンボリューションですね。このデコンボリューションによって、2か3か4か5かの1かの MS スペクトルに、デコンボリュートします。そしてそのデコンボリュートしたものを元にしてデノブのシーケンシングを行います。この段階ではデータベースを一切使っておりません。ですから、MSMS の高い精度が必要です。でその後でその、推測したシーケンスを元にデータベースサーチを行っております。でこのデコンボリューションですけれども、マスコットでもディスラーという、ソフトウェアをつけると、デコンボリュートしてくれます。ただこれデコンボリューションのソフトウェアにかなり同定率変わってくるんじゃないかなと。つまりディスティラーで、やるとどうしても同定率少ない。まあ、もちろんそれはデコンボリュートだけではなくて、MS、マスコットとリグス、これ両方全くデータベースサーチのアルゴリズムが違いますので、まあ、一概には判断できませんけれども、デコンボリューションも非常に重要。このようにですね、今のピークスを使いまして、血清2マイクロリットルからペプチドを抽出した位置をお示ししていますが、これアルブミンなんですけれども、アルブミンの中のこの L タン側のこういった様々なペプチドが実際に見えてまいります。で、こちら、これは C マッタンが見逃されたものが結構あると、ということですね。さらに感度を上げますと、このように、同じアルブミンなんですが、血小200マイクロリットルからペプチド抽出して、分割して、濃縮して、まあ、いろいろですね、測りますと、かなり高感度で測りますと、まあ、非常に多くの断片が見えてまいります。これ、多くはおそらくですね、切れ端で不要なものだろうとは思うんですけれども、これらのペプチド、実はペプチドホルモンに比べると、少なくとも10倍、100倍。濃度の濃いものです。で、これだけのペプチドがある中で、それだけ濃度の濃いものが、もちろん病気とか、生理機能に関係していても不思議ないんじゃないかなとも思っております。さて、ちょっとまとめていきますと、このネイティブペプチドなんですけれども、アミノ酸の分布、我々は今みたいにですね、このような200マイクロリットルからペプチドを抽出して、さまざま分割して、およそ200LCMSMS データをもとにして、約 2万ペプチドのネイティブペプチドを同定しております。で、これはアミノ酸分布を示しますと、このアミノ酸の残基数の分布を示しますと、このような形で、ですね、10、20、30、40、50、60ということで、先ほどのトリプティックペプチドに比べますと、トリプティックペプチドは20残基以下がほとんどですが、ネイティブペプチドの場合は20残基以上のものも結構あります。で、これが本当に血液中のアミノ酸、ペプチドのアミノ酸残基の分布を示しているかというと、決してそうではなくて、このあたりになりますと分子量が質量が4000とか5000とかになってくると4価効率も落ちますし、そして同定率も落ちてまいりますので、なかなか決まってこないということです。さて、このピークスなんですけれども、同定率はどうなのかということですが、実際には 10% いくかいかないかです。で、こちらがFDR を示しております。 FDR0 ここまでが 0.5、 そしてここまでが FDR0 でここが 0.1%、 ここが 1% になっています。ちょっとまとめますと、このように、18,000ぐらいの種類のペプチド分布はこのようになっておりますが、FDR1%
ものが18,500で 0.1%、 そして 0% というものに関してはこのくらいになっています。過去で普通残機数においても示しておりますが、短いとですね、やはり情報が少ないのでしょうか。FDR1% の割合が高くなっています。というか逆に、ある程度長い方が 0% の割合が増えているということです。で、人の、月賞を見ますと、翻訳就職がですね、非常に多いことに驚きました。この中で就職を受けたものがなんと 45%、 アミノ酸置換受けたものが 8.5%、 この結晶は健常者の4名の混合結晶を使っておりますが、これだけあると本当なのかというところは、やはりこれからどんどん見つめていかなきゃいけませんが、これ一部の例を示しております。アポリポプロテイン、C1 の翻訳コシュージョンの部位です。好感度で見ますと、これアミデーションの部分が A と書いてありまして、アセチレーションの部位ですね。アセチレーションの部分、フォルミレーションとかオキシデーションとかですね、まあ、このような形で、出てまいります。本当なのかっていうところもございますが、一応 1%、 FDR1%のもので、先ほどの割合で言いますと5割以上は、FDR0% のものです。で、これ、まあ、どうなんだろうということはもちろんやってる本人も思いまして、例えばあるペプチド断片の中の、こういった部分ですね、かなりいろいろなペプチドが見えているところ、こういったところをちょっと見てみますと、これなんかですね、この同定されたもので、かつ翻訳と就職の部分にここを丸つけてます。まあ、これ名前も実際には分かってるんですが、ちょっと隠しておりますが、どういった翻訳と就職かという、例えばこのペプチドですね、このペプチドのこの部分の就職と、このペプチドのこの部分の就職、このペプチドのこの部分の就職、このペプチドのこの部分の就職は同じです。で、こうなると多分確かなんだろうとということは言えますね。違うペプチドの長さで、かつ同じところに翻訳就職ができる。で、実際に8347ペプチドが翻訳就職を受けているものということを言いましたけれども、その約半分のサイト数になります。ですから、多くの場合、重複しているので、そういう情報をちょっとですね、確認することによって角度も上がるかなと。1アミノ酸置換もこのようにですね、これはケモカインので観測されたペプチドですけれども、このようにさまざまな部分が観測されている中で、この中のこの、アラニンがバリに置換されますよというですね。で、このように、見えてきているんですが、これ長さが違うものの中でこの部分がさらに置き換わっていると。で、これデータベース、ユニプロットを見ますと、実際にこの部分の181番のアラニンがバリンになるということは、データベースにも載っておりました。ですから、まあ、このようにですね、重複した情報をうまく取ってくることによって、角度は上げられると。ただ、それをどう評価するかというところは思います。これも同じくですね、ペプチド数が、アミノ酸置換されたという、観測されたペプチド数に比べてサイト数は少ない。つまり、まあ、重なっている2、3ペプチドで見えているものもありますので、そういう情報を使えればいいのかなとかも思います。さて、で、このペプチドの翻訳語就職ですが、本当なのかというところは思うところですが、じゃあなぜ今までそんなに出てないのか、あるいはなぜこのネイティブペプチドがこんなに見えてくるのか、その一つの理由はですね、これトリプシン消化したときに切れるサイト線を引いています。これ見て考えていただくと分かるように、トリプシン消化することによって、共通な部分を相対的に濃縮しています。ですから、ヘテロジニティというのは本当に薄くなってしまう。
ですからもちろん単核を見るためにはトリプシン消化しなければなかなかうまく見れないんだけれども、このトリプシン消化することによる弊害によって、もしかしたら重要かもわからないヘテロジニティを取り逃がしている可能性が十分あると、まあ、逆に言うとネイティブペプチドを見ることによって、そうしたですね、微量な、本翼修飾を見ることができる可能性があると。それ生理学的に、または生命、生物的に重要なのかということに関しましてはですね、例えばアルブミンというものは血液中の全分子の約半分を占めています。でこのアルブミンの100万分の1個の割合で何らかの修飾を受けています。100万分の1の割合での修飾なんか偶然の産物ぐらいの確率でできます。しかしながらその100万分の1の確率できた修飾はのペプチドの濃度は、ペプチドホルモンなどの濃度に比べると1000倍ぐらい濃いんです。つまりそうしたものが何らかの活性を持っていても、あるいは少しは弱いけれども、活性があれば濃度が濃い分効くということも十分あるんじゃないかなというふうに思っています。さて我々はこのようにですね、さまざまなペプチド抽出技術とか、ですね、それから効率的な分化法とか、あとは、途中段階で損失しているペプチドを何とか回収する方法であるとか、あとはまあ発色法とかを工夫しながら、先ほどから申しておりますように約2万ペプチドのペプチド、2万種類のネイティブペプチドを結晶から見ています。そんな中にはここに示しましたように、基地のペプチドホルモンも、モチリンとかアンドロデンシンとかソマトサチン、あとインシュリン B 酸とか、はい、観測されておりますし、その少し短いの少し長いの就職を受けたのもかなり出てきております。サイトカイン、グロスファクターの由来のペプチドも出てきている。でここで重要なのはそれが本当にそのペプチドなのかということなんです。でこちらこれは今年サインディックレポートで、ね、すでに報告した結果なんですが、我々共同研究しています北里大学医学部の内部室会社内七里正義先生が2003年に発見した生化性ペプチドです。でプロ作用心という、タンパク質の、この部分なんですけど二重残機です。非常に厄介な疎水性の、塩酸が非常に疎水性が強くてチューブとかにベタベタくっつくので、なかなかまともに分析ができなかったんですが、そして2003年に発見したといってもインシリコン、ペプチド探索法といいまして七里先生が提案されたんですが、ゲノム情報からですね、分泌タンパクであるとかそういったものを選び出して、そしておそらく切れるであろう断片をインフォマティクスで推測して、で面白そうな断片があったらそれを合成して活性を調べると、そういった方法で見つけてきたペプチドです。去年まで、抗体によって、このペプチドの存在は明確にされて、まあ、あるだろうということは言われておりましたが、実際に質量分析系で分析した例はございませんでした。それを我々血液分析した結果としてこのように、この配列であろうという MSMS スペクトルの測定に成功いたしまして、でもちろん、それはこれデコンボリューション前、上がデコンボリューション前で下がデコンボリューションしたものですけれども、でこれがまさにこのように、サリオシンベータと同定されました。赤色が、Y 系列、そして青色がB 系列のフラグメント色の部分を色を塗っております。さてここで問題になってきますのは、もうちょっとデータ示します。でこちら
これが、まあ、実際に、読めたものをつないだで、説明したものです。これにこのスペクトルに対応しています。例えばこの Y18 と Y17 の間は、フェリガラフ、 Y17 と16の間はエキスロイシン、まあ、このようにですね、ここは読めてますよということを示しています。そしてそれぞれのアサインされた、フラグメントイオンの理論値と実測値の誤差がこのように、それぞれ出ております。 0.02 ダルトン以下、ほとんどが 0.01 ダルトン以下で収まっています。間違いないだろうと思いたいわけです。で、私も間違いないだろうと思っていますが、これどうしたら確定できるんだとということがやはり大きな問題です。なぜならば、ね、ペプチドホルモンとかもし本当に発見したりするとですね、そこに多くのお金、時間を費やして次に進みます。これ確定できるのかどうか、それ非常に重要なんです。で、そこで今やっている、方法といたしましては、合成ペプチド、同定されたペプチドの合成ペプチドを作りまして、こちらが合成ペプチド、でこちらが、結晶中で検出された内在性のペプチドです。さあどうでしょうかということなんですけれども、どうしてもですね、内在性のものとかは、アイソレーションの時にいろいろな成分を含む可能性もあるので、このアサインされないものも、ただ合成ペプチドも、そんなに濃度を濃くしなければ割とこう、ただ合成ペプチドの場合は細かく見ていくと多分ほとんどアサインできる可能性があると思うんですよ。まあ、こんな感じでですね、比較をして、そしてメジャーなピークがメジャーなピークになっていくと、そして、出ていないところが出にくいところと、まあ、こんな感じでですね、もう目で見て、比較をして、まあ、論文にはこの状態で出します、伝統でできたということを言うしかないんですね。で、まあ、この別の場合はこのように、サルシンベータの断片ペプチドも観測されまして、そしてそれぞれですね、これ合成品と比べてはいないんですが、アサインされたもの、この、B に関しまして、ほとんどのピークがアサインされています。C に関しましても、ほとんどのピークが、理論値とプラスマイナス 0.0 以内にあると。ということで、まあ、これだけ様々な部分があるんであれば、これもあっても不思議ないだろうということも、まあ、確証の一つの理由になっています。さて、他のペプチドです。アンギオテンシン1、マグチリン、そしてスマートスタチン。いや、綺麗ですし、私自身は間違いないだろうとは思ってますが、それを証明、客観的な指標が全くないんですね。で、まあ、評価方法欲しいなというふうに思います。で、まあ、こんなふうにですね、同定解析も重要なものに関しては、こうやって同定をしておりますが、こういった例もありました。これデータベース上の配列で同定されたんですね。まあ、ちょっとアミノ酸配列隠していますが、HAG アミノという診断があるんですね。まあ、こういうペプチドなんですけれども、でこれ合成品を同定できたぞと、あ、この部分が欲しかったんだと、やっぱり見えたかということでですね、これネイティブペプチドホルモンだろうということで、合成ペプチドを合成して比較しました。よく合っています。この B8 とか AQ、BQ、これも合ってます。B5 も合ってる。これも間違いないだろうと思ったんですが、ちょっと気になったのはこの C マッタンの側なんですね。C マッタンの方、ちょっと合ってないんですね。これもしかして違うのかなということで、で、先ほどのピークスの生データ、解析データ、デノボのデータに戻りまして、いろいろ見ていたら、これ実は GHA、HAG じゃなくて GHA なんじゃないかと。で、GHA だとこれ引っかかって、で、先ほどのピークスのデノボでここの部分はこれに合ってるよということが言われていたので、まあ、そこで分かったんですけど、ただデータベース上にないので同定はされていませんでした。そこでこの GHA に置き換えたペプチドを合成して比較してみますと、まあ、相対強度的にもですね、結構ちょっと合ってきて、やはりこの
ベクトルなんだろうということで、見違いないというふうに現在は思っております。ただこれデータベースよりない配列なので、これはゲノムの方からこの部分を見つけたいなと思っているわけです。さて、ちょっとよっともすることになりましたが、ネイティブペプチドの研究の現状と課題ということで、本日お話しさせていただきました。課題と希望といたしましては、やはりネイティブペプチドの、同定率を向上させたいと。それによってさまざまな可能性が広がってくるのは確かなので、それを進めたいと。それから合成ペプチドと内在性のペプチドの MS-MS スペクトルの比較をもとにした同定確定の評価、こちらはですね、これはどう今日初めに話を、ね、失礼されていて、質問させていただいたんですが、ネイティブペプチドの場合はこの確かに合成ペプチドと比較しますと、よくピークの高さとかも合っていて、これここなんかの配列切れやすいんですかね、非常に強度が強いし、それぞれやはりピークの強度もその確定の条件に入れるというのは重要だと思うんです。ただペプチドの場合はちょっと果てしない確率が数があるので、これどうしたものなのかなというふうに思っております。共同研究者です。今回の研究はですね、北里大学医学部の大社大学と我々、医学部の研究室、そして、プロデュース